ユニ駅は、北海道夕張郡ユニ町本町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号はユニ。かつては急行、夕張の停車駅だった。1976年のユニ駅と、周囲 1km1.5km 範囲。上が、岩見沢方面。間に中線を挟んだ単式と島式の、少しずれた複合ホーム2面3線。 駅裏に福本線一本と南側の木工所土場へ二本の引っ込み線、駅舎横の岩見沢側に大きな貨物取扱所を持つ貨物ホームと引き込み線を有する。校内中央の駅舎横からは駅裏への歩行者用、古船橋が横断している。ユニから三河にかけての夕張川下半の土地は、この川によって運ばれ堆積した良質の砂利が豊富に埋蔵しており、 古くから建築用に採取されてきた。ユニ駅からもかつて砂利採取場まで専用線が伸びていた時期があり、岩見沢方の上り川本線分岐点の手前右側から上へ向かって分岐し、東へカーブした後、南東へ向きを変えた旗を斜めに直進して夕張川、近くまで敷かれていた。分岐付近の空地や、宅地の庭先、田んぼのあぜ道など、 右へ90度カーブしていた軌道の痕跡を、よし川手前までたどることができる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の有運に、ユーンあるいは、別説として、ユーンに由来する。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては、単式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線で、 島式外側の対比線の配線が珍しい形の配線であったが、1993年時点で岩見沢方の大部分及び点鉄機が撤去されて、おしゃまんべ方から分岐の短い側線となっていた。また、下り線と上り線の間に渡り線を対比線の外側に側線を有していたが、これらも1993年時点で点鉄機を含め撤去されている。 互いのホームは、駅舎側ホーム南側と島式ホーム南側を結んだ古選橋で連絡している。他に1993年時点で下り線側に岩見沢方から分岐した側線を一線有していた。追い分け駅管理の無人駅。駅舎跡地にユニ町が設置した交流施設が線路の西側に位置し、下り線ホームに接している。 開業時からのものを1928年に改築して使用されていた友人駅時代のマンサード屋根に下見板張り、さらに上辺が水平という独特な形状の車寄せを有したアメリカンスタイルの駅舎は2006年8月に解体され駅舎のない駅となったが駅舎跡地にユニ町が設置したポッポカンユニと名付けられたふれあい交流施設が駅舎代わりに利用できる。 施設内の観光案内所の営業時間は10時15時、11月から4月の土休日、年末年始は休業。現在案内所内で JR の乗車券類は発売していないが、2017年から2019年には JR 北海道の記念入場券を発売していたことがある。駅舎内にオストメイト対応トイレを有する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 あたりはユニ城の中心部であるが、町役場からは少し離れている。ありがとうございます。